4月15日水曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージは、はい、こちらです。こちらお休みです、休む時しっかり休んでますか？オンとオフの切り替えはとっても大事です。エネルギーの観点で言うと、やはり例えば休んでる時に仕事のことを考えてしまったりっていうのは休みきれないと思いませんか？やっぱりエネルギーを引きずってるっていうことになってしまうんですね。しっかり切ることによって、自分自身の意識も全てが変わってきますので、しっかりオンとオフ取ってくださいね。それではまた。